お菓子メーカーの名前の由来とは？ポテトチップやかっぱえびせんなどでおなじみのカルビーです。カルビーはお肉のカルビやロースとは全く関係ないんです。このカルビーはカルシウムのカルとビタミン B1 の B を組み合わせた造語なんです。キャラメルコーンなどで知られる東ハト。この東ハトは創業時の社名は東京製菓と言いました。初代社長が好きだったハトを入れてハト印東京製菓としました。問屋の人たちが使っていた東ハトの略称を採用して東ハトとなりました。チョコレートはロッテのロッテの名前の由来です。これはドイツの文豪ゲーテの若きウェルテルの悩みのヒロインシャルロッテに由来します。シャルロッテのロッテなんです。ポテトチップスといえば小池屋。小池屋さんのポテトチップスは美味しいですね。小池屋は大きな湖のように会社を大きく成長させたいという願いを込めて創業者の小池和夫氏の子を湖の子に変えたものだと言います。それで小池屋になりました。飴玉、飴ちゃんといえば遊波味覚糖。この由来、遊波味覚糖はお菓子が持つ楽しさ、ときめきを意味する。遊波、遊ぶに食と書いて遊食と波からの造語で遊波となりました。味覚糖とは7色の飴だそうです。この7色の飴と組み合わせて遊波味覚糖となりました。ペイペイボーナス運用とは、ペイペイ証券株式会社が提供するサービスのことです。ペイペイ証券では誰もが簡単に株式投資を始められるように、極めて少額からでも大企業も含めた様々な株式を購入できます。この仕組みを使ってペイペイボーナスを原資に、疑似体験をしてもらうんですね。株式体験です。疑似体験型ですので、実際の株式投資とは異なり、PayPayボーナスをポイントと交換した上で、そのポイントをもとに投資を行い、利益を得た場合には、再び PayPayボーナスと交換できるというシステムなんです。ふるさと納税って本当にお得なのかな？ふるさと納税を行うと所得税や住民税の還付、控除が受けられますので、税金対策を行える点がメリットと言えます。また自分が納めた税金の使い道がわかります。その点も魅力を感じる人が多いようです。そしてもう一つの魅力は、寄付をした自治体からもらえる返礼品です。返礼品は自治体の特産物が多いんですね。試してみたい特産物がある地域へ寄付する人は少なくありません。税金対策になるだけでなく、返礼品までもらえるところが、このふるさと納税がお得だと言われる理由なのです。わお！緊張するとトイレが近くなるメカニズムとは？緊張した時には膀胱に尿が溜まっていなくても尿意を催す場合があります。実は膀胱は心の鏡と言われるほど心理的動揺に影響を受けやすいデリケートな器官なんです。緊張をすると
神経過敏になり、膀胱のわずかな変化を排尿中枢が感じ取ってしまい、尿が溜まっていなくても尿意を感じてしまうんです。お風呂場の鏡を曇りにくくする方法とは、浴室のミラーが曇ってしまうときはスティックのりを塗れば曇りにくくなります。歯磨き粉を最後の一滴まで完全に使い切る方法とは、残り少ないチューブタイプの歯磨き粉などは後ろを持ってブン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 振ると先頭に集まってきます。パックタイプの飲み物のストローの取り出し方とは、カップやパックタイプの飲み物のストローは購入時の状態のままストローを下に押し出せば簡単に取れます。飲む前にストローを本体から取ってしまうとビニールを開封しなければならないため、二度手間になっちゃいます。チャーハンがパラ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 ーになっちゃいます。チャーハンを作るときにマヨネーズを併用するとパラパラになるんです。はがきなどに貼る切手、この切手は U パックを送るのにも実は使えるんです。ご使用になっていないテレホンカードはございますか？使用しないテレホンカードはございますか？実はテレホンカードは電話料金の支払いにも使えるんです。捨てたらダメよ、ダメダメ。刺さったトゲや針をそのままにしておくと血管に乗って心臓に達して死ぬのか？これは死ぬわけはありませんね。だいたい皮膚で止まりますね。サンマやトーストなど焦げた部分を食べるとがんになってしまうのか？毎日キロ単位で食べればなるかもしれない程度です。毎日キロ単位で食べる人はどこにいるんだよ。白髪は抜くと増えるのか？抜くから増えるのではなく、そういう時期に気づくので増えたように思うだけなんです。思い込みなんです。お肌ピチピチになるためにコラーゲンを取らなくちゃと毎日コラーゲンをせこせこ取ってる人、商売でコラーゲンを売っている人は言いませんが、これが現実です。コラーゲンは後継摂取しても下から出るだけなのであまり意味がありません。口から取ってもお尻から出てしまいます。ですので美容外科などではコラーゲン注射などが存在するわけなのです。熱が出た時に額を冷やしても熱は下がりません。なぜかと言いますと、額には太い動脈は通っておりません。頭蓋骨があるだけなんです。冷やすなら首の後ろ、頸動脈のあたり、脇の下などが効果的です。動脈の太いのが通っている場所がポイントなんです。これは熱中症対策などにも
効果的なので、ぜひ覚えておいてください。65歳以上を過ぎたら、サンダルやスリッパは履いてはいけない。65歳以上を過ぎまして、サンダルやスリッパを履きますと、転倒する可能性がものすごい高いんです。転倒して骨折して、そのまま寝たきりになってしまう人が、世の中にはたくさんおらっしゃいます。お年寄りの方で、寝つきが悪い、すぐ目が覚めてしまうなどで、病院で睡眠導入剤をもらって、そしてスリッパを履いて、転倒して骨折するという方、かなりおらっしゃいますので、スリッパ、サンダルは65歳以上の方は厳禁なんです。シロナガスクジラのチンポはとにかく大きいんです。シロナガスクジラのチンポ、180センチもあるんです。沼津の東海大学水族館に標本があり、実際に見ることができます。人間の身長と同じくらいビッグマグナムなんですね。なぜ金玉はわざわざ体の外に出ているんですか？お答えいたしましょう。睾丸は種を繁栄させる精子の他にも男性ホルモンを作り出すことから、男性が男性であるために必要不可欠な部分と言えるが、なぜか無防備に外に飛び出している。体内に収めて保護した方がいいと思えるが、あえて体の外にぶら下がっているのはなぜだろうか。実は精子は熱に弱い。精巣で作られるためには体温よりも低い34度から35度という温度環境が必要で、温度が高くなるほど精子が形成されにくくなる。つまり体内に収めてしまうと温度が高くなりすぎてしまうんだ。陰嚢がシワシワになっているのも同様の理由からである。暑い時には伸びて熱を逃し、寒い時には縮むことで放熱を防ぐという、温度調節の役割を果たしているのである。女性が結婚相手に求めるのは、やはり中身ではなかった。男はやっぱり中身が大事よね。という女性の声を未婚男性は真に受けない方がいいかもしれません。国立社会保障人口問題研究所の出生動向基本調査によると、職業を結婚相手の条件とする割合は男性が 47.5% なのに対し、女性は 85.5%。経済力を条件と考える割合は男性が 41.9% で、女性は2倍以上の 93.3% だったんです。やはり中身よりもステータス、お金の方が大事なのである。日本の
認知症患者数は2025年には約700万人を突破してしまいます。65歳以上の高齢者の認知症患者数、2012年には462万人でしたが、2025年には約700万人を超えると言われております。その大きな要因といたしましては、団塊の世代の方々がご高齢になってきたからだと言われております。認知症の予防策をご紹介しておきます。食習慣です。果物、野菜、ビタミン C、ビタミン E、ベータカロチンをよく食べる。お魚、DHA、EPA をよく食べる。赤ワイン、ポルフィノールを飲む。運動習慣、週3日以上の有酸素運動をする。対人接触、人とよくお付き合いをしている。知的行動習慣、文章を書く、読む、ゲームをする、博物館に行くなど。睡眠習慣、30分未満の昼寝、起床後2時間以内に太陽の光を浴びる。以上のことを生活の中に取り入れてみてください。一人でも認知症の方が減るのを私は希望いたします。願っております。心から願っております。ゴルフボールにはなぜ凹凸があるのか。ゴルフボールの凹凸の凸凹のことをディンプルと言います。一つは飛んでいる間のボールの周りの空気の流れを整える役割、もう一つは揚力というボールを上に上に上げる役割です。これは飛行機の翼と同じような働きがあるので、ディンプルがないボールだとプロが打ってもいつもの半分しか飛ばすことができないんです。なぜ寝言に返事をしてはいけないのか。人は睡眠中に脳も体もゆっくり休んでいる深い眠りのノンレム睡眠と、脳細胞は活発に働いているけど体は休んでいる浅い睡眠のレム睡眠を繰り返しているんです。寝言はレム睡眠時に起こっているので、寝言に返事をするのはレム睡眠の邪魔をして睡眠不足を起こし体調不良につながる原因になるからなんです。節約の技をご紹介したいと思います。省エネ家電の導入で電気代を大幅ダウンいたします。家電製品をできるだけ省電力のものに買い替えます。100円ショップなどでも LED の電球は売ってますので、照明からまず変えてみるのもいいかもしれません。食費に使うお金は千円札にしておきます。これは分かりやすく食費を管理するためなんです。食費が月3万円なら1日あたりは1000円、そこで3万円を千円札に変え、毎日の買い物に行くとき1枚だけ財布に入れるようにします。千円札はカレンダーを貼った封筒に入れ、出すときに日付に×印をつければさらに管理しやすくなります。ガソリンスタンドは事前に価格をチェックしてから行きます。近隣の安い店を探すんです。日常生活に車が欠かせない人は安いガソリンスタンドで給油をし、
ガソリン代を節約しましょう。ゴーゴーガスというサイトでは、地域別にガソリン価格の比較ができます。事前に近隣の安いスタンドを把握しておけば、高い店で入れた場合に比べて、リッターあたり10円近くも節約できることもあります。頻繁に車を使う人ほど利用する価値はあるんです。差額が大きくなっていきます。金券ショップでよく行くスーパーの商品券を買うんです。1000円あたり20円から30円浮きます。よく利用する店があるなら、事前に金券ショップでそこで使える商品券を安く買えばお得ですよ。金券ショップにもよりますが、1000円券なら970円から980円で購入できまして、3万円分なら600円から900円浮く計算になります。商品券にはお釣りが出るものと出ないものがあることも覚えておきましょう。お父さんのお小遣いは減らさないことです。お父さんに見直しを任せましょう。節約のためにお父さんのお小遣いを削るのは逆効果なんです。その途端に節約する気が失せます。やるべきは家計の見直し案を作ってもらうこと。率先して節約に励んでくれます。家計をお店に例えるなら、お父さんはそのお店の主役な商品なんです。使うところは使いましょう。ケチってはいけません。食べログのプレミアムクーポンで外食費を浮かします。最大タダになることもあります。節約はしたいけれどやっぱり美味しいものも食べたい。口コミをグルメサイト食べログで月額315円の会費を払い、プレミアム会員になると食事代が 20% オフから最大タダになるプレミアムクーポンがもらえちゃいます。仮想通貨大暴落。一夜で12億分の1に大暴落しました。タイタンとアイロンの仮想通貨、お金が一夜にしてほぼゼロに近い状態で消え失せました。仮想通貨は今みんな大暴落している状態ですね。このチャンネルでご紹介しました積立NISA。この積立NISA は投資信託でして、プロが選んでおります。しかもリスク分散のために何百社と株を分散して買っております。国が推奨している投資信託でして、これは20年非課税なんです。積立NISAで検索をしてみてください。安全ですね。このチャンネルでは必ずお得な情報を発信していきます。視聴者様が損をするリスクを負うような情報は絶対に配信はいたしません。真面目に伝えたいことは真面目に伝え、おバカにすることはバカをやる。自分にあるがままの雑学でありたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、皆さんどうもありがとう。いい薬です。おやすみなさい。
バイバイ。